おはようございます。実は清月は土曜日、金曜日かな、土曜日かな、5月の7日8日あたりから喉がイガイガしだしまして、で鼻水がバーって、鼻水もすごかったよね。ほんで9日のゴルフもキャンセルにしまして、10、11、12か、今日が12日の朝6時です。まだ胸が痛いのと、もう声も変ですよね。咳込んで緑の痰が出ます。で以前もらってた、友人にもらってた、抗体キットですね、コロナウイルスの、これをとうとう使おうかと。まあ普通の風邪やったら2、3日で治るんですが、はい、長引いてますんで、コロナかもしれないなと自分で思い出しました。これをなんか手に刺して血液をこの検査スティック、血をあれして調べるみたいですね。ちょっと一回やってみます。ほんまに声が変、緑の痰、まあこれがけどコロナやったな、コロナやったとしたら、まあ知れた、まあ何か咳が出るっていうぐらいですかね。はい、けど長引きすぎですよね。ちょっといっぺん調べてみたいと思います。手のひら、指先から針刺して血出すんですよね。 OK。 けどもしこれでコロナやったとしたら、分かったとてどうしたらいいんやね、みんなに迷惑かけるだけですよね。まあ違うでしょう、もっとしんどいでしょう、コロナやったら。と思うんですけどね。呼吸困難とか一切ないんで、いやなんかやるのに躊躇してまして、コロナやって分かる、もうコロナやったらどないすんねんっていうね。分かったとてどうすることもできへん、不安煽るだけなんで。こんな咳なんですよ、空咳というか。ほんでゴロッと緑の痰が出てくるという感じ。やりましょうか、とりあえずね。コロナやったってなったら僕も次の日死ぬタイプなんで、やりたくないんですけど、あまりにも咳が続くんで。よし、やりますね。まずここに血液を、ここに入れるみたいで、針刺してこれで血を吸うんやって。今これを開けました。抗体検査、よし。これ針刺すのが怖いの。
採血する、指先を軽くマッサージします。消毒アルコールのプレバット、この指先に 2-3 ミリ刺します。やって指先は嫌やからな。まずアルコールやって、これをどう刺すの、こう、針が出ません。もっと出てくれなあかんやん。もっと。こんな血取るのかな。血が少ない。もう全然血出へんかった。ちょっと血薄いな。ちょ、いっぱい刺しすぎたなって。見て。全然痛ないんだけど。うまいこと作ってくれてるけど。やり方むずい。陽性。結果発表出てきてます。はい、見てください。これですね、ウイルス未感染。イエーイ。ほんなら何やねこの
の席、OK。もう5日、6日続いとるじゃないか、ボケ。もうてっきり俺もうコロナかな思ったのに。ね。テストカード、これですね。はい。感染してたら、こういう感じでなるんですけど、僕今調べたところ C っていうところだけの一本線なんで、見えるかな、見えてる、はい、これですよね、未感染ですよね、はい、よかったです。自分も今安心した。ブスブス刺しすぎたわ、ハリよかった。なんやこの席は。じゃあうん、これちょっと一安心したんで